このコンテンツは音声だけでお送りします。今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。27日の作品展が無事に終わりまして、今日は各クラスのお部屋を見学して園をぐるっと回って見てきました。桃組さんは最初に年長さんのお部屋を見に行ったんですけれども、個人制作ですごい大きいものを作ってたりとか、あとお皿が飾ってあって、でそれを見てすごいって言ってるお友達がいて、で来年は自分たちがこういうのを作るんだよっていうお話をしてたら、できるかなって不安そうにしてたんですけど、でもすごく楽しそうってワクワクしているお友達がいて、とても嬉しくなりました。で全部お部屋を見て回って終わって、どのクラスが一番すごかったって印象に残ったっていうお話をしたら、一斉に菊組さんっていう声が上がって、あ、自分のクラスじゃないんだってちょっと思いながらもすごい気持ちが高まってる様子が伺えて、とても嬉しくなりました。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ動画への高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。